I was talking about the halftime. I told we had a greatest start, you know, the whole season. It was a great start and...皆さんこんにちは、ダンクマンヨシです。まだ登録をされてない方はこの機会にしてくれると嬉しいです。いやーもう今日のレイカーズとキングスの試合はまさしくそのジェットコースターのような展開で、最初の方はレイカーズが20点差くらいで勝ってたんですけど、そこから急に第2クォーター逆転を許してしまって、逆に20点差がついてしまって、最終的には130対120でキングスが勝利。いやもう今回の試合で唯一の明るい話題は八村塁で、彼は今回3ポイント3本を含む17本中13本のシュート成功の29得点2リバウンド2スティール1ブロック、プラスマイナスに関してはマイナス3で、プレイタイムは33分でした。いやもうシュートのアテンプト数も今回はレブロン・ジェームスよりも多かったんですけど、今日の調子だったらもう少しね活かせても良かったと思いますし、使っても良かったですよね。というのは今回本当にレイカーズはオフェンスの部分では八村塁が効いていたから、でもまあそんな時でもフレキシブルに対応ができないのがあのダービンハムなんですけど、その一方でレブロン・ジェームス、彼はこの試合の終盤に怪我をした感じで試合を離れていましたが、本人曰く大丈夫だそうです。そしてスタッツとしてはプレイタイムがチームトップタイの36分で、シュートは3ポイント1本含む16本中10本成功の31得点で、これはチームトップ。あとは13アシスト5リバウンド1スティールだったんですけど、あのポスターダンクがね最高でしたね。まあだからこのダンクに関してもね、この前の八村のダンクみたいに深掘ってほしい人がいたらコメント欄で教えてください。でもまあレブロン・ジェームス得点に関してはチームトップだったんですけど、ちょっと軽率なプレーがね目立っていた印象でしたね。でもまあそれも今思い返せば怪我がね影響してた可能性も大いにあるんですけど、まあ重傷ではないようなんで、そこは一安心ですね。でも今回はこの2人以外が本当に不発で、まずはアンソニー・デイビス、彼は今回13本中5本のシュート成功で14得点11リバウンドのダブルダブルで、あとは3アシスト1ブロックだったんですけど、なかなかね攻めあぐねていましたね。そして最近好調だったディアンジェロ・ラッセルも今回は3ポイント2本を含む10本中3本のシュート成功で10得点3アシスト1リバウンド1スティール、そしてオースティン・リーブスがね今回は4本の3ポイントを含む18得点4アシスト4リバウンド、うん、だからまあ最近調子が良かったディアンジェロ・ラッセルが不発だったっていうのと、あとは AD の不調もね響きましたね。そしてベンチに関しては、このトリアン・プリンスが結構ね、その軽率なプレーが目立っていた印象で、それがこのマイナス17っていう数字にも現れてるんですけど、で、あとはまあ、ディンウィディが8得点で、今回レディッシュが怪我だったから、ローテーションに入ってきたマックス・クリスティが3ポイント1本決めて3得点。うん、だからまあ、今回はこのベンチも含めて、八村塁とレブロン、そしてまあ、オースティン・リーブス以外の得点がね、乏しすぎましたね。そしてキングスとしては、このケンタッキーコンビのディアロン・フォックスとマリックモンクがもう本当に大暴走で、今回このフォックスが3ポイント2本を含む32本中19本のシュート成功で44得点で、これはもちろんゲームハイ。あ、しかもこれは彼にとってはキャリアハイだったようですね。で、あとは4リバウンド、4アシスト、2スティールで、あとは彼の相棒マリック・モンクもベンチから出てきて、3本の3ポイントを含む19本中10本のシュート成功の26得点、8アシスト、2スティール、5リバウンド。だからもう本当に今回はこのケンタッキーコンビにやられてしまった感じで、あとはサボニスも渋い活躍で、彼は今回得点は16点だったんですけど、それ以外でアシストが12本で、なんとリバウンドが20本ということでトリプルダブルだったんですけど、あとは2スティールでプラスマイナスに関してはプラス11。うん、だからもう本当に今回はこの3人がね好き放題やってた感じでしたね。そしてチームスタッツを見ていきますと、いやーフィールドゴールの成功率、キングスが 55.7% でもレイカーズの3ポイントの成功率が約 47% と結構高かったんですけど、まあリバウンドとね、あとアシストもキングスに圧倒されて、あとはペイント内の得点もレイカーズの50点に対してキングスが76点。うん、だからもう今回は本当にインサイドを制された感じでしたね。というわけで最後に順位を確認しておきますと、レイカーズはこれでまた34勝30敗のウエスト10位。うん、まあ今回はどうしてもその順位が近いキングスだったということで勝ちたかったんですけど、逆に順位を落としてしまったということで、
でしかもレイカーズはこれからスケジュール的にバックス、ウルブス、キングス、ウォリアーズとその強豪がね続いてくるんですけど、いやもうこのあたりをどう乗り切るかで今シーズンの明暗がね分かれそうですね。はい、というわけで今回はこのレイカーズとキングスの試合を見ていったんですが、皆さんはこの話を聞いてみてどう思いましたか？コメント欄で教えてください。そして今日はこの動画が上がる前に英語チャンネルでも動画が上がってると思うんで、もしよかったらそっちの方も見てみてください。はい、ってな感じで今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。